今回は新年度2日目に何をやるか、3番目ですね。係活動のスタートです。もし初めて持つ学級でしたら、係活動についての説明から始めないといけないんですけども、私の場合はこの本見えますかね。遊び文化を作る係活動の提案、馬場義則先生が出した本なんですけども、この中に載っている動的係活動っていうのを毎年実施していました。やり方はとってもシンプルです。至ってシンプルです。一つだけ原則があります。原則はですね、やりたいものがやりたいことをやりたい時にやる係活動っていうことです。まず新年度の大前提は、当番と係活動を分離するってことですね。これはもう有名なことなので、これ向山先生が提案されてもう一般的に広まってますけども、当番活動っていうのは給食当番とか掃除当番とか生活する中で必要な割り当て組織ですよね。係活動っていうのはそうじゃなくて、それと分離させて文化ですね、文化的な活動を係活動と呼んでいます。それを組織する2日目にやりましたっていうことですね。で、組織する時の原則は、やりたいものがやりたいことをやりたい時にやるっていうことです。これ裏を返せば、やりたくない人はやらなくていいということですね。一般的な係活動って、一回何々係に入りましたってなったら、ずっとそこに入っていないといけませんよね。この動的係活動はいつ抜けてもいいんです。また入ってきてもいいです。誰が入って、いつ入ってきてもいいんです。それがやりたいものがっていうことなんですね。で、やりたいことをっていうのは自由に発想していいんです。子供たちが、これやりたいと思ったら、何でもやっていいんです。一般的な係活動って、何々係っていうのに入っちゃったら、ずっとその係やらないといけませんよね。で、その係もずっと同じ内容を続けないといけ、続けるっていうのがね、苦痛っていうか、つまんなくなっちゃうんですね。で、教師の方も続けさせることが目的化しちゃって、工夫してやってごらんぐらいのアドバイスで終わっちゃうんですよね。この動的係活動はそうじゃなくて、もうつまんなくなったらいつでもやめちゃっていいっていうのが、その原則をひっくり返すと、そういう意味なんですね。もう一回言いますと、やりたいものがやりたいことをやりたい時にやる。この原則をひっくり返すと、やりたくなかったらいつでもやめていいっていうことなんですね。これが文化活動においてはね、とっても大事なんです。創造的な活動ですからね、文化って強制されてやるもんじゃないですからね。で、方法も単純です。八つ切り画用紙で縦です。八つ切り画用紙に計画を書いて掲示する。当然、係の名前は書きますよ。毎回、こういう係ができましたって朝の会でね、発表するんですけどもね。で、目的もシンプルに書いて、どんなことをやるか、いつそれを開くか、イベントなんですね、結局、係活動っていうのは。八つ切り画用紙を教室にいっぱい用意しておいて、それにペンで書かせていましたね。で、参加するメンバーはそれに付け足していけばいいんです。この掲示するってことは、見えるわけですね。学生係の掲示板みたいに、アルバイトの募集みたいな感じでこう掲示されてますから、通る人、教室にいる子どもたちが誰でも見ることができる。ああ、今こんな係できてるんだ、会社とかと言いますけどもね。で、計画ですから、当然提案しないといけませんよね。それ学活とか朝の会を使って提案するわけです。やりたいものが提案するわけですね。で、全体で承認されれば実施していいということになりますよね。おかしいことがあれば、その話し合いの中で、それどういうふうにやるんですかとか、質問もしてもいいということになりますね。話し合い活動もものすごく活発になります。2日目にそれを組織するということで、何日か経った後の記録が学級通信に載っていますので、4月の学級通信ですね。この頃面白いのは子どもたちの係活動です。クラスでトップの活動派を挙げるとすれば、男子では荒木くん、女子ではのぞみさんです。荒木くんは先週、ミニ四駆係なるものを立ち上げ、メンバーを募り、会議にかけ、計画案を承認してもらい、週末にとうとう念願のミニ四駆大会を開くところまでこぎつけました。ミニ四駆っていうのは、当時ね、もう子供たちの間で大流行、みんな持ってたぐらいですね。で、これを何とかして学校でも友達同士で遊びたいっていうのが子供たちの文化、願いだったわけなんですね。普通これダメですよね。学校にミニ四駆、おもちゃ持ってきちゃダメですよね。ところが、係活動であれば、これ計画を書いて承認されれば OK なんです。できるんですね。私は学級の、責任者ですから、私の判断で承認することもあれば、これちょっと学校全体としてどうかなっていう時は、その子どもたちの係のこの画用紙を校長先生とかに、管理職に見せて、これやっても大丈夫ですかとかっていう、もちろんそういうね、ことをする場合もありますね。
とにかく子供は、子供の発想は最初は自由です。縛りはありません。さあ、そのミニ四駆係がどうなったかの続きですね。学校でミニ四駆のレースができるというのは子供たちにとっては夢のような話です。メンバー一同興奮していました。普段は学校におもちゃなど持ってきてはいけないことになっています。当然ですね。しかし計画を作り、審議にかけ承認を得た活動ですから、これは堂々とできます。さて、当日。あ、コースを持ってくるの忘れちゃった。先生どうしよう。計画は良かったのですが、トラブル発生。レースは実施できなくなってしまいました。このトラブルっていうのはね、つきものなんです。子供ですからね、なんとか成功させたいっていう学級イベントだったらね、そう思いますけど、この動的係活動っていうのは毎日毎日子供たちが工夫して失敗も経験して乗り越えてやっていく活動ですので、ね、失敗はつきものになります。しかしメンバーの手元にはミニ四駆の車があります。車が手元にあれば遊びたくなってしまうのが世の常。メンバーは休み時間に廊下でレースごっこを実施してしまいました。さあ、これもコースを持ってくるの忘れちゃったんですね。で、手元にはミニ四駆があるわけですね。当然これ2年生ですから遊びたくなっちゃいますよね。で、廊下で遊んじゃったってことですね。先生、男の子たち廊下でミニ四駆やってるよって女子が言うんですね。女の子たちの報告が入ります。早速学級討議。この一件は是か非か。計画には廊下でやるなんて書いてないからダメだと思います。柴田君の意見がみんなの賛同を得ます。計画には生活過失でやるとしっかり書いてあります。廊下で遊んでしまったのは失敗でした。もう文句の言いようがありませんね。計画にちゃんと生活過失でやれって書いてますからね。女子も発見しますし、優秀な子がですね、柴田君って今学校の先生やってますけどもね、これダメだと思いますって、もうその通りです。正論ですね。で、子供たちは残念ってことになりますね。で、この係は、まあ、これ継続するかどうかは、また、子供たちが、係の子が集まって、これどうするどうするって、また新しい計画書を作って、学級討議にかけるわけですね。これが動的係活動というふうにイメージできましたでしょうか。これね、面白いんです。面白いので、女子の方の活動もね、ぜひ紹介させてください。さて、もう一方の勇者、水本さんです。水本さんはどんな係を作って、どんなことをしようとしているのか、これがびっくりです。なんと、劇をやろうという係なのです。劇です。やるのはヘンゼルとグレーテル。昼休みに2年2組の教室で上演するという計画です。この計画は審議を通過し、準備段階に入っていました。ポスターも作り、廊下に貼り出されました。ポスターまで作ったんですね。まあ、演劇ですからね。はい、廊下に貼り出すっていうのは、他のクラスの子も集めたいわけですね。チケットも作り、見たい人に配られました。チケットも作るわけです。こういうね、その辺の歯切れとかね、画用紙の切れ端とか持って、チケット作るわけですよ。もう休み時間は子供たちは、こういうね、それぞれの係活動の準備に忙しいんです。もう休み時間。授業終わったら、もうすぐ係活動の準備っていう感じでしたね。1組の子にも呼びかけていました。スズランの子にも呼びかけていました。スズランというのは特別支援学級ですね。月曜日の給食時間、水本さんは誰よりも早く給食を食べ終えて、まだみんなが食べてる間も舞台道具などを作っていました。舞さんもそれを手伝います。メンバーはのぞみさん、ななみさん、みなみさん、舞さん、下村くん。なぜ下村くんかは分かりません。きっとグレーテル役なのでしょう。とにかく準備に大忙しでした。もう目つきが大変です。あ、もうお昼休みになっちゃう。先生、緑の紙ない？貸してください。草を作るの。先生、セロテープ借ります。あ、もう一組の子来ちゃったってことで。もう目つきがね、もうまさに子供たちの遊びの世界になるわけですね。それを学校という集団生活の場にもう持ち込む。これが動的係活動の狙いなんですね。今、子供たちって放課後、もう帰宅しちゃったら、なかなか子供同士で集団で遊ぶっていうね、機会がないですよね。学校に来ている間、みんなと会える、友達と会える時間っていうのはとっても貴重なんですね。で、その中で、まあ、普段は家ではやらない、家に帰ったらゲームとかばっかりになっちゃいがちですからね。ですから、学校に来た時ぐらいは、もう集団で遊ぶ、遊びですね。この時間を保障するっていうのがね、現在も学校教育の大事な役割になっていると思います。さあ、この劇係はどうなったのか続きを読んでみます。私は一切タッチしていません。どんな劇になるのか、誰がどんな役なのか、どこからこの発想が生まれたのか、全く関わっていません。段ボールで作った家まであります。これはいつの間に作ったものなのか、それもわかりません。あ、これですね、思い出しました。公務補さんに頼んで段ボールくださいってね、よくね、もらいに行ってましたね。交渉してました。必
要なものも全部子供たちがどこからか集めてきたようです。だいたい休み時間に劇をやるなどという発想は教師には到底思いつけません。大胆です。一体どうなるのか。私自身もものすごく楽しみにしていました。クラスの子供たちも楽しみにしていました。これ周りの子もね、係の子だけじゃなくて、こう、イベントを見る側、観客もね、楽しみなんですよね。教室の床の上に緑色の画用紙で草が生えてきました。準備が進んでいます。と、その時校内放送が入って、先生方は職員室へ。給食の食感はまだ片付けていなかったのですが、あとは子供たちに任せて私は職員室へ行きました。ここで事件ですね。子供たちが職員室へ駆け込んできます。水野先生、大変。おつゆの缶ひっくり返しちゃった。教室に戻ってみると、残飯と汁が入った食感がひっくり返り、2平方メートル四方はおつゆの海と化していました。劇のお客には戻ってもらい、教室の大掃除です。結局イベントは延期ということで、この日は終わってしまうのでしたっていう、まあ失敗に終わったんですね、この日は。はい、というね、失敗を乗り越えるっていうのはね、そういう経験がね、できるんです。たくさんできるんです。しかもこっちが失敗させるわけじゃなくて、ね、子供たちの生活の場の中で自然にね、挫折を経験していくわけですね。こういうちっちゃな挫折を、2年生は2年生なりの挫折、3年生は3年生なりの挫折をね、遊びっていうのはね、このセットでね、訪れるんですよね。それをうまく乗り越えさせていくっていうのがね、この学校生活の醍醐味、面白さ、ダイナミックが実践に結びついていくんですよね。ぜひこの動的係活動、詳しいことを知りたい方はこの本を読んでください。 Amazon で検索してみてください。私もこの後調べたいと思います。ということで、2日目はそういった係活動の組織をする日に当てていましたということですね。次回は保護者アンケート、保護者に、私クレーム受けるの苦手なので、事前に保護者から意見をもらってスタートしたっていうお話をしたいと思います。今日は以上です。